のジョージです。今日は優しげに見えて今っぽいタレントメイクをレクチャーします。ではやってみよう。パレットの一番上のカラーをまぶた全体にベースとして塗ります。上まぶたは指で、下まぶたは太いチップで塗っていきます。パレットの2番目のカラーを二重幅より広めに目尻が濃くなるように塗っていきます。下まぶたに3番目のカラーを目頭から3分の1まで入れていきます。黒目の内側からまつげとまつげを埋める形でインサイドラインを引いていきます。目尻のラインはまつげの長さ分くらいまで引きます。まずは全体を上げていきます。次に目尻側にビューラーを抜いていきます。マスカラは根元から上げていきます。1回目のマスカラは根元を3秒置くのがポイントです。目尻側はまつげの上からマスカラを塗っていきます。下まつげは目尻だけ塗ります。涙袋の影をパレットの4番目のカラーで作ります。眼球に沿って曲線を描くように印をつけていきます。その後に何もついていないチップでラインをなじませます。パレットの5番目のカラーで涙袋のハイライトを入れていきます。上まぶたにハイライトカラーを5番目のカラーでのせていきます。完成しました。のんの9月号かわいいの基本ビューティー連載今っぽタレ目特集、皆さんもぜひトライしてみてください。